どうもマジシャンのぶです。見ますかね、ハートのクイーン。このハートのクイーンなんですけど、はいはい、これをこう僕の袖の方にこう擦ってあげると、うん、はい、一瞬一瞬でこうスペードのエースに変わっちゃいましたね。で、気になるハートのクイーンですよね、まあ、どこ行ったかっていうと、あ、ごめんなさい、スペードの6でしたね。あら、違うじゃない。違うじゃないですね、このさっきと一緒。これを僕の袖の方で擦ってあげると、はいはいはい、ハートのクイーンに変わっちゃうっていうね。どうしてマジックだからもう一回改めまして、私マジシャンのノブでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは改めまして、本日の話題はこちらです。はい、目の前30センチの奇跡と感動の体験、定時団の館スマイル。はい、今日は昨年の10月10日に秋田市大町のすずらん通りにオープンしました、はい、定時団の館スマイルからマジシャンのぶさんにお越しいただきました。のぶさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。素晴らしい、もう冒頭から一瞬で、うん、はい、一瞬でトランプが変わるマジックですね。この距離で結構見るの俺初かも、うん、あ、本当ですか、うん、なかなか、ね、私は実際に見るの初めてでした。わお、こう目の前で生で見るっていうね、うん、そういった場所もないですしね、うん、なかなかマジックを生で見るその貴重な体験というか、自分で言うのもあれですけど、楽しんでいただければと思います。僕ほらスタジオのこの位置からノブさんのマジックを間近で見ながら、さらに画面でも見れるんですよ。だからよりリアルに、なんでそんな一瞬で変わるのっていうようなのがもう今すぐびっくりしますよ、ね、ありがとうございます。嬉しいです。っていうね、マジックをなこの後も今ちょっとね、あのお話しして後にまた改めてマジックしていただきますけれども、はい、まずはこちらマジシャンのぶさんのまずはこのご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、定時団の館スマイル、こちら店主でよろしいですか。はい、で本名は川崎信之さん、はい、現名マジシャンのぶさんで、1997年の3月生まれ、大阪府貝塚市、貝塚市出身の25歳。はい、2015年4月近畿大学入学されて、2016年19歳の時にテレビで見たマジックに感動して、はい、遅くないですかそうですね、19からマジシャンってな、結構遅い方だとは自分でも思います、ね。ではい、そこから感動して趣味でマジックを始められたと。そうなんですよ。でその後もすぐですよ、地元の大阪マジックバーで見習いやってるじゃないですか。はい、見習いしてました。遅くないですか、その19年何してたんですか。19年遊戯王カードとかしましたデュエルマスターとか結構好きでした。逆にすごいですね、その舵の切り方が早いというか。そうですね、なんか自分でも振り返って改めて見たら すごい人生ね、今年25歳 でその2019年の3月にはもう大学卒業されて、はい、プロのマジシャンとして活動するために秋田に移住して、はい、で手品や秋田店のスタッフとして3年間今勤務されたと。そうなんですよ。で2022年10月にこちら先ほどもご紹介しました手品の館スマイルをオープンさせると。はい、19歳からの人生ものすごい早いですね。確かに振り返ってみたらそうですね、なかなか楽しい人生を歩ませてもらってます ねなかなかこうね、振り返ることってあんまりなくて、うん、秋田に来て3年くらい4年か、うん、もうすぐ経つんですけど、やっぱ秋田楽しいですよね。なぜ秋田なんですか。大学卒業してそのままプロになったんですけど、おプロマジシャンに、はいはい、ただ働き方が分からなかったんですよ。どこで働けばいいのっていうのをネットとか SNS で調べてると、はい、なんかフランチャイズのチェーン店手品屋秋田店2019年オープン、おマジシャン募集中だったんで、あ、もうこれだと思って。マジシャンが募集されたんですね。そうなんですよ、ね、びっくりしました。募集してくれてんにゃもうこれだと思って、場所は本当どこでもよかったんで。未経験歓迎とかなかったですね。あ、未経験全然歓迎でした。できなくてもいいですよ、あ、教えますよということで。あ、そうなんですよ。それでもう社長に連絡したら、最初なんか試験とか面接あると思ったんですけど、何もなくて電話越しに社長が君元気はあるって聞かれて、お元気ありますって言ったら、あ、じゃあいいよって言って、そんな感じでそれで決まったんです。ほら、でその社長がそのフランチャイズのオーナー
ヨッシーさんっていうんですけど。あ、ヨッシーさん。そうです、はい、ヨッシー、ああそうです、ね、この方です、ね、僕はすごいお世話になった人で、はいはい、この人とつなげてくれて、それでもうトントン拍子に決まったって感じですね。すごい、はい、プロのマジシャンって、はい、要は私今日からプロマジシャンですっていうのは何かあるんですか、その試験とか。それが全くないんですよ。え、あの資格がないんで、なんでもう篠さんが明日プロって言ったらもうプロになりますっていう。え、そうなんですよ。すごい曖昧、まあ一応なんかその定義としては、うんうん、あのそれで食べてるマジシャンっていうのはあるんですけど、うんうん、なんか明確なそれがないっていう現状で、はい、なんで本当名乗り放題です。本当にまあ、それで、まあ、大阪でプロのマジシャンとして、はい、まあ、やっていくために探したら、まあ、たまたまツイッター、ツイッターですね、それで見つけて募集中、ああと思って、もうこれは秋田だと思って、でそれで秋田 の, その手品屋さんで。そうなんですよ。どうでした最初、秋田来てその手品屋さんで働いてみて。いやでも楽しいですよ秋田。さっきも言ったんですけど、やっぱ人が優しいですよね。で、秋田美人ってね。あ、いいですね。いらっしゃる、はい、今日も隣。そうなんですよ。本当秋田美人で、ね、お世辞じゃないですからね、本当に。あ、ありがとうございます。って感じで、でもまあ大阪は大阪でね楽しいんですけど、秋田も一緒かそれ以上くらいに今楽しんでますね。うん、3年間お勤めになられて、今昨年10月に手品の館をオープンさせたと。はい、そうなんです。で、この手品の館スマイルについてもちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、こちらではどんなことをその、まあ、楽しめるんですかね我々は。あ、そうですね、お客様で行った時と60分、はい、3000円で、はい、マジックが見放題、おそして飲み放題なんですね。もちろん延長もありまして、あ、こちらそうですね、モニターあるようにこんな感じのお店で、はいはい、ガラス張りで、ね、はい、外からも見えちゃう、見えるんですね。一応営業時間こちら、正しいのはこの青い字の方ですね。そうですね、今現在は営業時間午後7時から翌午前1時までと。はい、そうです。ということで、そうですよね、営業時間一応右側の黒字の方だと夜8時から。あ、そうなんですね。27時って何時ですか？3時ですいや頑張ってやってたんですけど、うん、もう3時に来るお客様って結構酔っ払ってましてね、あのでしょうね、カードを覚えれないんですよねこの間あの海外オーストラリアから来た2人組の男性と酔っ払いが2人来て、全然オーストラリア人の方がやりやすかったですもう、もうその時点イリュージョンだもん。だって本当ですもん、本当も英語も、まあ、その喋れないんですけど、拙い感じでやってる方が全然伝わりましたね。酔っ払いの人にマジックしても忘れちゃうんですよ、ね、しかもね、カードを選んだのとか忘れちゃうんですよ。だから何がマジックかも理解できないですよね全然もうオーストラリア人の方が良かったまあ、60分3000円。あ、そうですね、60分3000円で延長もあり。延長ももちろんあります。いいですか、はい、もっと見たいですって人も、はい、もうその30分刻みでも。そうですね。あ、いいですね。で席数でどうなんですか？席数は、7席です、ね、7席、もうカウンターのみ、はい、カウンターのみで。あ、そう、こんな感じです。ほら、素敵。あ、もう本当も対面でマジックしてくれるんだ。すごい近いですね。そうですね、コンセプトが目の前30センチっていうね。手品屋さん、あの三能のこの手品屋さんだと結構広かったので、はい、ステージがちょっとあったり、あと、はい、まあ、本当もテーブル席があったりとかで、そこにこうマジシャンの方が来ていただいて、はい、マジックをたまに見せてくれるような流れでしたけど、はい、ここは本当カウンターのみなので。そうなんですよ、存分に存分にノブさんを楽し、はい、もう堪能できる。僕を味わってください。すごい僕を味わってくださいってなんかいいからごめんなさい。あ、冷静に考えたよ、はい、しかもこれカットもできないですよね、生放送で一応ね、あの私たちは2年前にそれこそ手品屋さんにまだノブさんがいた時に、はい、あ、そうですね、あのコラボさせていただいたお写真も今回ちょっとご用意させていただきましたけど、ノブさん、これはうちの大場に何をしてるところですか？そうですね、これだけ見たら何も分かんないですもんねこれあの水が消えるっていう手品なんですけど。はいはいはい、はい、ありましたね。実は僕もね、あの紙コップを頭に乗せて、はい、僕のコップの中の水も消えるんですけど僕はね飲むんですよこれ、うん、でも大場さんの紙コップの水は飲んでないんで、うん、しっかりある状態なのに消えるっていう、うん、はい、もうお前何ちゅう顔してるこれまあこれ水が消えなかったとしてもね、面白いとは思う。どちらに転んでもね、はい、水の滴るいい男ですねはーって顔してるもんね、お前はね。あ、懐かしいですねこれ。あ、でも我々のイリュージョンパフォーマンスがすごい何も消えない。いや、もう今大盛況でしたからね
消えない痩せないイリュージョン魔法のマジックがこれも大盛況でした。僕3月にこの翌年イベント誕生日イベントやったんですけど、はいはいはい、僕の時より盛況でしたからね。あ、 ありがとうございます。そんなこちらおかげさまで。いや本当すごかった。あ、いい写真ですねこれ。挟まれとんな。これもね、あの30センチくらいの台に乗ってるんですよね、この3人。そうね。なんである種のバランスゲームみたいになってましたもんね。一瞬だったもんね。えいやって一緒に乗ってね。本当に2秒くらいで結構受けましたね。そんなでノブさんがもうここからずっと手品さんではもう働いてるもんだと思ったら、急にもうなんかその年明けぐらいにも辞めるみたいな、はい、SNS が上がって。あ、そうなんですよ。どうするの、帰るのって思ったら、もう途端に昨年10月オープンですから、はい、トントンでしたね。本当トントン、本当トントンですね。ね、はい、オープンして今4ヶ月ですね。どうです、4ヶ月今。まあぼちぼちです。ぼちぼち、はい、来てください皆さん。まあまあ、あの結構リピーターのお客様とかもついてきたりしてね、うんうんうん、ありがたいことに。本当にやっぱお客様ありきの商売なんでね。でもリピーターさんとかってなると、はい、マジックあれそれ前も見たよとかないですか、ね、ああそうなんですよ。一応オープニングのマジックと取りネタは絶対違うようにはしてるんですけど、うんうん、中根座って結構覚えてない方がいらっしゃって多く、だいたい60分でどれくらい 見せられるもんですか。人によったりするんですけど、うん、まあお話もありきなんで、だいたいまあまあ10個から15個くらい、そんなに楽しめるんですか。そうなんですよ。で結構まあそれこそ先ほどおっしゃってくれたようにリピーターのお客様にするマジックがないとき仕方なくもう一緒のやつやったんですよ、うん、もう覚えてないですよね。おうおう、初めて見た、感動する。今ちょっとディスってるでしょ。あそこはディスってます。でも持ちネタで今どれぐらいあるんですか。50種類くらいあります、ね、50、はい、すごいっすね。それをうまく組み合わせてって感じでやってます、うん、でそうシンプルに疑問なのは、うん、新ネタってどう仕入れてるのかなと思って。マジックの、そうですね、マジックの新ネタは、僕は本を読んで。 YouTube ではないんですか。 YouTube では学ばないですね。うん、あの実はあのマジックの辞典みたいなのがあるんですよ。辞典、はい、これくらい分厚い本が、7巻あって、積むとこれくらいになるんですけど。魔術書じゃん。あ、そうなんですよ、本当に魔術書みたいな。それが100年近く前に作られたっていう洋書を日本語訳にしてもらって僕それ見て学んでるんですよ。すごい、本当にその魔術書ですね、ホグワーツの教科書みたいな。すごい、7冊、7冊あるんですよ。でもそれを我々が例えば見たとしてもできないですよね。あ、そうですね、読んでも理解できない。ある程度知識と技能がないと。すごい。その7冊分の今その50ってどれぐらいなんですか。1冊、いやもう1冊もないですね。満たない、半ページもないですもん。こんなんです、こんなんです、本当に。なんで全然まだ僕のレパートリーとしては全然少ない方だと思いますね。ある人はもっとあると思います。まあ要するに7冊もやっぱりいろんなマジックって言ってもやっぱりそのジャンルってあるじゃないですか。はい、その先ほど言ったそのもうこの身近でやるのと、あとその大々的にやるのとか、はい、そういうのが全部書かれてる。そうなんですよ、あらゆる手品を出して。すごい。それ見たいね。秘密の書みたいな、ね、並べると迫力ありますね。7冊ある。それ大阪から持ってきたんですか。そうですね、大阪から。あ、じゃ秋田にいる時に買いました。はい、買えるんですか。通販で売ってます。純駆動とかで。あ、純駆動では売ってない。純駆動では売ってないですね、今もう絶版になってるんですよ。あ、そうなんですか。あ、はい、メルカリとかにもたまにあったり。たまにあります。あるんだ。この間見たら7万で売ってました。あ、でもいいね。あ、7冊セットで7冊セットで7万円すごいですね。結構高値で売られてるんですよ、ね、でもその100年前から変わってないんですね。そうですね、本質は変わってないと思います。すごい、はい。さっきあの篠さんも間近で見るの初めてですって言いましたけど、はい、もっとおかわりマジック欲しくないですか。うん、欲しいです。欲しいですよね。あの写真とかもいろいろ別のも見させてもらったし、うんうん、今種類もいっぱいあるって聞いたので、ね、お願いします。お願いしてもいいですか。もちろんです。特別に。はい、特別に3000払えないんですけど。あ、まあそこはおまけで。いいです。すいません、よろしくお願いします。またじゃあお水の方でもね、よろしくお願いします。はい、必ず大場として遊びに行かせていただきます。ありがとうございます。はい、いつでもお待ちしております。はい、じゃあ、先ほどのやったトランプマジックですね。はい、これ視聴者見えるかな。じゃあ1枚選んでもらって、
それを当てる手品、ほうよくあのテレビで見るようなマジック、はい、まあ、これがテレビか、失礼しました余計なこと言わなくて、そうですね、失礼しました1枚ずつ弾いていくんでお好きなタイミングでストップを、はい、ストップ、ありがとうございます。これちょっとじゃあ皆様で見て覚えてもらって、これはもうノブさんは見ない方ですね。はい、僕は見ない方が、はい、はい、もう視聴者の方も見えましたか ね、 はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあこの選ばれたトランプが中ほどに、はいはい、しのさんの選んだトランプにおまじないをかけると不思議なことが起こります。うっ1枚だけすごく目立つ青いトランプ、明らかに違う、はい、選んだトランプ何でした？ハートのハートの10でございます。しのちゃん何そのさっき貯めたのちょっと忘れました酔っ払ってますだけ10だけと思ってた。いやでもね、確かにややこしいですもんねトランプは。いや僕の 選んだトランプがもうちょっといいトランプだったらね覚えやすかったと思うんですけど、じゃもう一回あの別のトランプで全く一緒のことをしようと思うんですけど、うん、いいんですか？はい、もちろんです。じゃあもう一度ご協力お願いしてもいいですかね、はい、また弾いていきます。お好きなタイミングでストップを、はい、ストップ、ありがとうございます。じゃあ先ほどと一緒のように、はい、また見て覚えてもらってすいませんね、何回、はいはい、カードの質感はもう変わらない、変わんないです。はい、はい、ちょっと戻してもらって、はい、さっきと一緒です。中に入れておまじない、こうすると選ばれたトランプに不思議なことが起こります。不思議なことが、1枚青色のトランプが起きてない、すでにあります。青色はここに、あら、このトランプが選んでもらったダイヤの5でございます、怖っどういうこと？なんで？っていうこの選んだトランプが一瞬で青になって、そして場所が入れ替わるといった手品でございます。ありがとうございます。すごいありがとうございます。まあ、こういう感じであのマジックをお見せしながら、まあ、おしゃべりの加えてっていう、そういったマジックバー手品の館スマイルですね。すごい、ありがとうございます。これはまあ お酒飲めない方でも楽しめます ね。そうですね、ソフトドリンクもありますんで、うんね、ご家族連れでも全然いいですね。いいでしょうしね。はい、そうですね。すごい、この今手品の館スマイル、はい、今後なんか多分こういう風にしていきたいとか、はい、まあ、お店にこういう人どんどん来てほしいなとか、あとのぶさんはまたこういうことしていきたいとかっていうのがもしあれば、はい、ちょっと教えていただいてもよろしいですか？あ、今後の展望としてはまずあの手品の館スマイルを繁盛店、もう毎日満席ぐらいにしたいですね、うんうんうん、はい、そしてその後にはなるんですけど、僕地元が大阪なんで大阪の方にも出したいんですよね、はい、うん、おー、はい、スマイルの大阪店を、はい、おすごい、出したくて、なんで今いる秋田のお店を任せられる人材っていうのの育成っていうところにも力を入れていきたいって考えてますね。すごい、手品屋さんであの出張マジックショーとかもやってましたけど、ノブさんは、はい、じゃあそういったのももし依頼があれば受けたりすることもできるんですか？もちろんです。お、依頼いただければどこでも飛んでマジックしますんで。 SNS はなんかやってらっしゃる今、ツイッターとインスタグラムを、なるほど、じゃあ手品の館スマイルで検索すれば、はい、まあ、そこでフォローしていただいて、まあ、メッセージとか問い合わせをしていただければということですね。はい、はい、分かりました、ありがとうございます。だから最後に番組で方も PR なんかあれば一言でも、一言、はい、もうじゃあ一言ですね、皆様来てくださいシンプル本当に嬉しいです。もうチーナちゃん、シー、え、キーナちゃん、キーナちゃんです、キーナちゃんね、チーナちゃんね、シーナちゃんです見て来てくれたってやったら、はい、サービスはちょっと分かんないですけど、
僕に元気が出てマジックがより面白くなるかもしれない。なるほど、はい、ありがとうございます。ぜひ来てください。はい、ありがとうございます。今日は昨年の10月10日に秋田市大町すずらん通りにオープンしました手品の館スマイルからマジシャンのノブさんにお越しいただきました。ノブさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もっと見たい。いや、よかったです。